なってて、でシャワーに位置あったんですけど、シャワーから貨物にベントで飛んでました。おお、アドミ見てましたもんね。はい、来る。ナイスボタン、ナイスボタン、ナイスボタン、ナイスボタン。てか今回も俺がいただいたぞ。間に合うんだ。NBNB。ナイスボタン。これはナイスボタン。ね、宿舎前あんなに湧いてたのに。スキップです。サボをされてしまった。確かに。あのおかげでタスク2個できたんでゲージ進めますよ。サボに行ってないな。いや、向かおうとしてましたけど。サボ意識。カイプ。白ピンク青。白青。ここ白青黄緑。黄緑オレンジ、白緑オレンジ、白緑オレンジ、黒水色。はい。あ、ダムキル。早っ。バイタル見て、藤宮さんだけ死んでいて、エレクトリカルで藤宮さんの死体をすぐ見つけたので、トワヤさんめっちゃ直近です。で、藤宮さん一回エレクトリカル通ってバイタル見る前にエレクトリカルにいたのを見ているので、藤宮さんも言うて10秒以内に死んでるんで、お互いなんか10秒以内に白取れる人がいたら持つ、そこ隠しろで大丈夫。とね、自死点だけの情報でいいですか。はい、先端さんが確定白です。なぜなら、トワヤさんはエンジン、先端さんがエンジンルームにいて、コミュニケーションの方向かってて、東屋さんはエンジンルーム宿舎前の方向に行ったんですよね。その時には生きてる東屋さんを見ており、エレクトリカルで死体があるのであれば、メインホールから先端さんと一緒にコミュニケーションまで行ってるので、両方のキルも関与できないので、先端さんのやつにしても、先生も隠すでしろ。いや違います、自分はありえます。東屋さんのキルができます。自分は逆に怪しい位置なので、今言っときます。いずれにしても、あの足井さんと酒屋さんが今コックピート2人いたんで、二人とも無理。僕も左下にいました。マシャさん。マシャカリさん。あ、じゃあそこも全部後ろですね。あ、サクヤさんと誰ですか？アシュさんとアシュさん。13、マシャカリさん。黒、赤、茶色、水色まで全部後ろです。一個いいですか？今多分メインホールエレクトリカルで、2、3とかなってて、でシャワーに位置あったんですけど、シャワーから貨物にベントで飛んでました。おお。アドミ見てましたもんね。はい。アルバさんどこで発見でしたっけ？エレクトリカルです。で、藤宮さんの死体を発見です。シャワーから貨物に飛んでるのであれば無理かな？そのメイン組にいた人が。いや、メイン組におった人は誰と誰ですか？メインの右シャワーが夏目先端と、あと誰がいましたっけ？でもほんまに最後の方。はい、アーカイブから湧いて、キッチン近くまで行ってるけど。うん、近くやったら。合ってないね。キッチン近くの前はどこ行ってましたか？メインホールから下ってるから、エレクトリカルを通っています。容疑者1です。メインホールじゃないですか。ロラで、あ、自分に集めてほしい。あ、ロラロ、ロラはワンテンポ早くしないと。はい、ロラ、はい、俺と誰がロラかな。4人隠しろなんで。ナイス。はい。ナイス。はい。はい。
一応もう一回出せる情報言っとくと、白、青、黄緑、オレンジがメインホールとかシャワーあたりで小見えになって、夏目先生がメインホールの右の奥の除染のタスクをやってる中、僕が残して進みました。で、後続で東屋さんか藤宮さんと、死体は藤宮さんでしたっけ？藤宮さん。あ、じゃあ東屋さんが多分後続してくれてて、僕は小見え直った後も、突っ走って、コックピットまで行ったらお二人がいたって感じですね。はいはいはい。夏目先生の話は多分合ってるかな。でその後俺の話エンジンのタスクをやってました。そしたら藤宮さんキルできるのはアルマくんかテロゾーさんぐらいにしかなっていけへんってことですかね。はい、そうなんです。なるのか。アーカイブ脇でシャワールームで夏目先生がメインホール方面に抜けるのを確認して、奥のシャワーのタスクをやって、メインホール、エレクトリカル、セキュリティ、キッチン手前の、絵がかかってる通路の左端くらいで、報告って感じですね、僕の。はいはい、うん、これエレクトリカル通った時は藤宮さんとかとは会ってないですね。これ近くじゃないですか、いいですか、うん、ちょっと進行提案したくて、うん、中野アルマのバイタル情報でこれだけ詰まっており、うん、だから優先度を中野アルマ最後にして、その代わり自分を釣った後に、ね、テラソーさんか、うん、あと誰だ、あと僕かな、タゲコヨさんだ、僕も置いてるので、タゲコヨさんどっちかを釣って、もう一人釣って最後にそれでも終わんなかったら中野アルマ釣ってください、うんうん、夏目先生は後回しにしたいけどな、ね、多分そしたら夏目、うん、中野アルマがあるから弁当容疑者ってチャゲポヨさん、夏目先生のチャゲさんのチャゲさんのアリバイを喋ってほしいな俺は。ああ僕いやもう時間ないから白の藤宮さんと一緒に湧いて、その後多分見られてないと思うんですよね。俺ボタンもう消費してるから俺からローラ絶対チャゲポヨさんに入れます。僕もチャゲポヨさんに入れるけどね。あチャゲポヨさん、夏目先生の順番で釣って、そうそうで、テラゾーさんと僕のローラで終わりだと思うんですよ。うん、その順番が一番いい。はい。チャゲポヨさんとテラゾーさん、大好きだった。やばい、キレが起きちゃう。めっちゃカチャカチャしてたんだろうな。あ、マジか。負けた。負けた？ボタン。ああ、そういうこと。誰か死んだのかと思った。ごめんなさい。あ、OK です。自投票します。プレイ。夏目先生白だと思うけどな。いや別に足して中野アルマ夏目があるから、釣り順は夏目が入っとけば大丈夫です。終わんないと。ナイスボタン。ナイスボタン。アルマさんなの？あ、いや違いますよ。ボタンないのに宿舎前僕しかいなかったから来たやつを驚かせてやろう。は。いやそうじゃなくて。ああそういうことか。そう。いや僕はテラゾーさんとチャキポヤさんだと思うけどな。夏目先生。そうね。ポヤさんの情報も出してるし、先端さん真っ先に証出ししてるし、すごい印象いいな。バレてしまいましたか。お。自白した。テラゾーさんが俺じゃないんだ。自投票だ。タゲポヨさんがニキルしたんだと思います。
早っ。あー寺園さん、モンスターが全滅する、このままでは。ナイスファイト。ブルー強すぎるよ。強すぎんよ。マジでホラーだった。藤宮さん、マジでそう5秒前に見てたのに、バイタル見たら死んでた。ね、2キルはね、難しいっすよね。ちなみに、トウヤさんキルってどうやったんですか？僕がシャワー室のタスクに引き返したら、そこにいました。あ、そうです、シャワー。イベントで、あの、貨物からシャワーに飛んで、で、シャワーに来たトウヤさんをシュパッと切って。あの後、トウヤさんシャワーまで行ったんですか？いや、僕、本当にタスクが今回右側にしかなくて、あ、そう、右側に全力で引き返してました。はい。よかった、危なかった。ち、藤宮さんなんて殺さずに診察室行くんだったぜ。危なかった。強くやろ。シレット、シレット、シレット、僕もコックピットにいましたって言えばよかったぜ。絶対バレるやつ。トリプルさん、あの部屋主の2秒の話知ってます？あ、多分今部屋主はアルマさんだと思います。2秒早いやつね。僕何もしてないですよ。あ、よかった。だからよく間に合ったなと思って。そう、あ、ジャケプルさんだったっけなと思って。うん、アルマさんか。なんかさ、あんな宿舎前に湧いてたのにね。そう、うん、押せないんだとは思いました。カードを入力してました。みんな3人ともカードじゃない。最速組が。いやいやいや、そういうことか。そういうことか。最速が誰もボタン押してないから。藤宮はしゃかり作への特に。あれ面白かったね。2人で、あ、よし押せよって言った瞬間、おい来るんかいって言ったもん、裏で。そういうことか。